専用車両でありそうなこととは届きます。それではお考えください、どうぞ。電車を電車を電車ありがとうございます。ありがとうございます。サンスケさんはなんで出来にならない。おいほらほら言われてるやん。97点もらったからだよ。なんまだ松本さんの点数言うとんな。まだ言うとんな。じゃあ警備さん行きましょう。オタク専用車両でありそうなこととは。はい、ではしまします。駆け込み乗車おやめください。シューンスモソスモ。うまそう。いいですね。キャップしないでさ。そういうことですわ。ペンにキャップしないで。オタク専用車両でありそうなこととは。夜のアニメみたいな時間帯だけオタク専用車両。この1時から始まらないです。オタク専用車両でありそうなこととは。秋葉原中野ブロードウェイ池袋、秋葉原中野ブロードウェイ池袋、秋葉原中野ブロードウェイ終点幕張。大きいところで最後コミケや、コミケの聖地で最後終点。そうだ、何せやねんこれ。お宅専用車両でありそうなこととは。あのテニプリー好き の女オタクがあの釣り革を持ってあのリズムに乗るぜって言って高速で足を動かしている。オタク専用車両でありそうなこととは。続いては秋葉原ご乗車になります際は駆け込み乗車にご注意ください。駆け込みで押し込まないでください。押さないでください。はい、電車閉まります。電車でゴー。いいですね。往年の名作。オタク専用車両でありそうなこととは。ご乗車ありがとうございます、ご主人様。いいですね。エイド車両、名称車両。オタク専用車両でありそうなこととは。撮り鉄がその車両を取るっていう共食いみたいな状態。見てらんない。見てらんないね。みたいな紹介。いやな。オタク専用車両でありそうなこととは。ああ、なんかあのなんか おじいさんの方座った方がいいと思いますよ。ああ、あいつはなんか若者捨てたもんじゃなくてくさ。いや、知人もおかしい。専用車両でありそうなこととは。全員ですね、手のひらサイズのソフマップを。何言ってんの。ステッカーみたいなやつ。じゃあサンスケさん行きましょうか。サンスケさん、オタク専用車両でありそうなこととは。モントゥートゥーユピーももうすぐ生まれる、ただそれだけのこと専用車両。ハンターハンターの、いや来た来た、ありへんのね。ああ、なんかこの前なる劇でやった時から、そうです、ずっとこういうこと。そうです。サンスケさん、はい、始まりましたね。始まりました。大喜利人たちが、いやー、うまい。いまだにね、これ YouTube に上がるんですよ、ね、そうです、上がるんですこれ。その人に向けてやってますんで僕。YouTube で笑ってくれる人に、はい、YouTube に向けて。私ね、あのね、はい、いろいろ練習してきましたけど、これのさばき方いつも分からへんのこれ。ちょっともう分からへんねんな。いや、まあまあ、ちょっとごめんね。次のお客様、次のお客様がいらっしゃいましたので、助かります。迅速にお席をお分けください。申し訳ございません。前の者が申し訳ございません。楽しんで大喜利してて。お楽しみください。それでは、参りましょう、ファローさん。ちゃんと大喜利だけ。オタク専用車両で起こりそうなこととは。6人しか乗ってないのに、湿度がえぐい。むしろからね。面白いかい。面白いかいとか。オタク専用車両でありそうなこととは。車内全部あのキスマイ宮田くんの脱毛広告。全部中吊りが、中吊りも壁面も。オタク専用車両でありそうなこととは。あの伝説のキモデブオタビッグ J さんが鬼滅の刃、呪術廻戦、僕が全部食べてしまいました。どういうことや。食べてしまうなっちゃってしまいました。何オタクやねん。腕短い。ビッグ J。 オタク専用車両でありそうなこととは。あのマリオがルイージを助ける広告じゃなくて、なんかピーチ姫の唇だけ映る。いいですね、プルンとして。いいですね、乗ってます。艶やかでいいですね。
はい、じゃあ次のお題いきましょう。